錬金術と瞑想に関する中国の敏乱、黄金の花の秘密で描かれた、霊体の分離アストラル投射とは、卑怯や神秘学などで使われる意図的な対外離脱を表す用語である。アストラル旅行、聖勇体投射、聖規体投射、幽体離脱などと言われることもある。卑怯における対外離脱では、肉体から分離されその外側の世界を旅する、能力を持つ、 アストラル体と呼ばれる意識、または霊魂の存在が想定されている。アストラル旅行という概念は古くからあり、複数の文化に存在した。アストラル当社という現代の用語は19世紀の神知学者によって造語され、広められたものである。アストラル当社は夢及び瞑想の形式と関連して報告されることもある。一部の人は様々な幻覚及び、 催眠の手法によって誘起されたアストラル当社の記述に類似した知覚を報告している。通常の神経活動とは別の意識、または魂が存在することや、意識的に肉体を離れて世界を観察したりできるという科学的証拠は存在しないため、アストラル当社は疑似科学であるとみなされている。古典、中世及びルネザンスのヘルメス主義とシンプラトン主義、 そして後の新知学者とバラ十字団はアストラル体は理性的な魂を肉体につなぐ光の中間体でありアストラル界は天と地の間にある惑星と恒星の玉で構成される光の中間世界であると考えていたこれらのアストラル球には天使と悪魔および精霊が住んでいると考えられていたこの細身とそれに関連する存在界はアストラル現象を扱う 卑怯体系の重要な部分を構成する。例えば、プロティノスの新プラトン主義では、個人は宇宙の小宇宙であるとされる。理性的な魂は偉大な世界の魂と同種である。一方で、肉体のような物質宇宙は、自命の汗た像として作られている。おののの続く境の権限は、流出説として知られる次の世界観の原因となった。知性の魂と、 物質宇宙の魂、その定時段階、または自然のそれによって知性へと赴く人から多くの場合、これらの体とその存在界は各領域を横断する分離体とともに一連の同心円、または入れ子構造の球体として描かれる。アストラルという概念は19世紀フランスの神秘学者エリファスレビの作品に顕著に現れていた。 新知学はそれを借用して、さらに発展させた。その後、他の秘境運動によっても用いられるようになった。キャリントンとマルドゥーン、ピーターソン、およびウィリアムズは、この細身と肉体は霊的な銀の紐で結ばれていると主張している。コヘレトの言葉第十二章六節は、これに関連してよく引用される。その後、銀の紐は切れ、金の皿枠だけ。 水亀は泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。しかしシャーマンは銀の紐は単なるメタファーであり、肉体と機械とを比較して背骨を刺していることを文脈が示していると主張している。パウロのコリント人への第二の手紙第十二章二節はアストラル界に言及していることでより一般的に意見が一致している。私はキリストにある一人の人を知っている。 この人は14年前に第3の天にまで引き上げられた。それが体のままであったか私は知らない。体を離れてであったかそれも知らない。神がご存知である。この記述は天国と地獄の様相を提示するパウロの目視録を生み出した。これはアドムナント・トゥヌクダルス及びダンテの新曲に由来するビジョンの選択である。肉体の上を浮遊するバー。 死者の書の原本に基づく画像。魂が旅をするという類似の概念は、他の様々な宗教的伝統でも見られる。古代エジプトの教えでは、魂はカー、または、この細身によって、肉体の外側へ浮遊する能力を持つものとして、伝えられていた。道教における、錬金術の実践には、エネルギーを、 真珠に引き込んで循環させる呼吸瞑想によるエネルギー体の創造が含まれていた。枕として太鼓を持った証拠はすぐに眠りに落ち、いびきをかいて動かなくなった。しかし、彼の原初の霊は、宴会場へまっすぐやってきてこう言った。我が主よ、再びやってきたぞ。大使が役人と一緒に見に行ってみると、本当に一人の同京都が床で寝ており、雷のようにいびきをかいていた。 それにもかかわらず、横の部屋には太鼓を叩きながら、歌を歌っている、別の同京都がいた。それを見て、役人らは皆こう言った。二人いるのに、顔と服装が全く同じだ。彼が体を分割して、複数の場所に同時に現れられる新鮮であることは、疑いようもない。その瞬間、横の部屋にいる同京都が歩いて行き、床で寝ている同京都が目を覚ました。 二人は数となった。リンガ・シャリーラなどの類似の概念は、バールミー・キノヨガ・ビシシトなどのヒンドゥー教の経典においてみられる。アストラル当者は存在すると断言した。現代のインド人には、スワーミー・プロナブ・ノンダのアストラル当者を通して起こしたとされる奇跡を目撃したパラマ・ハンサヨガなんだが、挙げられる。インド人の霊的指導者、メヘル・バーバーは、アストラル当者を行うことについて、 次のように説明した。道の始まりに至る前進段階では、アストラル体の内的世界における力の自由な、使用を委ねられる霊的な準備ができるようになる。その後、肉体を睡眠状態か覚醒状態に保ったまま、アストラル体でのアストラル旅行に出ることができる。無意識的に行われるアストラル旅行は、完全な意識を持って行われ。 慎重な意思決定のもとで行われるたびほど重要なものではない。つまり、これはアストラル体の意識的な使用が重要であることを意味している。荒尾ミの外的な乗り物からアストラル体を意識的に分離することには、魂に荒尾ミとの違いを感じさせ、荒尾ミの完全な制御に到達する上で特有の価値がある。人は好きな時に外的な素大意味を 街灯のように着脱でき、必要であれば、アストラル体を用いて、アストラルの内なる世界を体験したり旅することができる。ゆえに、アストラル旅行を行う能力には、経験の幅の拡大が含まれる。それは、意識を巻き込むことから始まる、自分自身の霊的成長を促進する機会をもたらす。アストラル当社は、洋画の行者が自己鍛錬して達成すると考えられている。 人通力の一つである。女ジ児ジシマハーバーラタでは、ドローナは肉体を離れ息子が生きているか確認しに行った。鳥山石炎がガト百鬼夜行で描いた精霊。日本神話では、精霊は生きている人の魂が肉体から分離され現れるものとされている。他人に対して恨みを持っていると、魂の一部あるいは全部が一時的に肉体を離れ、 その恨んでいる人の前に現れて、呪いをかけたり、邪死のように危害を加えると、伝統的に信じられている。また、肉体が極端に病んでいたり、昏睡状態にある時にも、魂が生きている肉体を離れると信じられているが、そのような精霊は悪意を持たない。一部のイヌイットの集団では、特殊な能力を持った人々は、遠隔地に旅行することができ、彼らの体験と、 仲間やコミュニティ全体にとって重要なことを報告すると言われている。狩猟中の不運を避ける方法や病気の人を治す方法など普通の能力しか持たない人々には手に入らないものである。ワイワイ族のヤスコモはヒーリングを行ったり新生児に名付けてもらうために宇宙的存在へ相談しに空へ飛んで行ったり、ペッカリーの山にある洞窟へ飛んで、ペッカリーの父に 獲物の量を尋ねたり、他の生き物を助けるために、川の奥深くを飛んだりできる、魂の飛行ができると信じられている。アストラル島社という用語は、二つの異なる意味で使用されるようになった。黄金の夜明け団と一部の新知学者は、天国と地獄、天球、及び他の空想上の場所などの、他の世界への旅という古典及び中世の哲学者による意味を保持していたが、 その外部では次第に物質界をめぐる非物理的旅行を意味するようになった。この用法は現在も引き続き広く用いられているが一部の新知学者が使用していたエーテル旅行とアストラル旅行という用語はそれらを区別するのに有用である。エーテル旅行は物質界でエーテル隊が旅をするエーテル当社を表しアストラル旅行は 物質界とは別の次元であるアストラル界をアストラル隊が旅するアストラル当社を表す。ロバート・モンローは前者のタイプの当社をローカル1またはヒアナウと表現しており実在する人物と場所を含む。ロバート・ブルースはこれをリアルタイムゾーンと呼んでおり物質界に最も近い非物理的次元レベルとして説明している。 後者には何らかの時間間隔の変容が含まれることがあり、一部の経験者は異なる時間や場所を訪れたと述べている。離脱中、エーテル体は不可視の銀の紐で肉体と結びつけられているように近くされることが多い。また、落下する夢と関連づけるものもいる。マックス・ハインドルによると、エーテル副体はアストラル界と物質界の間の媒体として機能する。 彼の理論では、エーテルは、プラーナとも呼ばれ、物質的形態を変化させるための生命力とされる。彼の説明からは、体外離脱中に肉体を見る際、実際には完全にアストラル界にいるのではないかということが推測される。その他の経験者は、基地の物理的環境に対応するものがない領域を述べることがある。それらの領域は、人がいたりいなかったり、 人工的、または自然的、あるいは抽象的だったり、素晴らしい、恐ろしい、または中立的な経験だったりすることがある。一般的な新知学的信念は、アカシックレコードと呼ばれる超自然的な知識のデータベースにアクセスできるというものである。多くの記述で経験者は、アストラル界と夢の世界を関連づけており、一部の人々は、 他の無双者が一緒により広い環境にいるとも知らずに、夢の物語を演じているのを見たとさえ報告している。アストラル環境は、理論家によってレベル、または、界の世界に分割されることもあるが、アストラル界の全体的構造に関しては、多くの異なる見解が様々な伝統に存在する。それらには、天国と地獄、及び他の死後の世界、超越的環境、 あるいはその他の容易に特徴付けられない状態が含まれる。シルバン・マルドゥーンとヘレワード・キャリントンによるアストラル当社、エマヌエル・スヴェーデン・ボリは先駆者の一人であり、対外離脱体験を霊界日記に広く記した。フランスの哲学者及び小説家のオノレド・バルザックによるフィクション作品、ルイラン・ベールは彼がアストラル当社、または 対外離脱を体験した可能性があることを示唆している。アストラル当社に関する20世紀の出版物は多数あるが、広く引用されているものはわずかである。それらには、ロバート・モンロー、オリバー・フォックス、シルバン・マルドゥーンとヘレワード・キャリントン、及びイラムが含まれる。ロバート・モンローによる他の世界への旅の記録は、OBE という用語を広め、 多数の言語に翻訳された。彼の本自体は手法の解説を二の次にしているが、モンロは他の人が当社及び関連する編成意識状態を達成するのを支援するために研究と調査及び聴覚技術の普及に特化した非営利の研究所を設立した。ロバート・ブルース、ウィリアム・ビュールマン、メリラン・ヒューズ及びアルベルト・テイラーはシ新時計テット賞の コーストツーコースト AM で彼らの理論と発見についての議論を何度か行った。マイケル・クライトンは彼のノンフィクション作品、インナートラベルズの中でアストラル当社に関する長い詳細な説明と体験を記した。ヘレン・ケラーは彼女の著書、私の宗教の中で新教会に対する信念とアテネに旅行したことについて語った。部屋から出ていないのに、 私はずっと遠くに行っていた。何千マイルも離れた場所を見て感じたのは私が霊だったからということがはっきりと分かった。霊にとって空間は何でもなかった。魂が意図的にあるいは眠っている間に肉体を離れて様々な展開に訪れる能力はソウルトラベルとしても知られている。その修行は さらっとシャブドヨガで教えられており、主に瞑想の技法とマントラの繰り返しによって達成される。キルポールシンをはじめとするサンマットのグルはこの種類の対外離脱体験について広く語っている。エッカンカーはソウルトラベルはシンに霊的な事故が神のお心に近づくための移動であると大まかに説明している。試作的な人は その体験を旅行として認識するかもしれないが、魂自体は移動するのではなく、ある時空間の世界に、すでに存在している固定された状態や条件と、合一するものであると言われている。アメリカ人のハロルド・クレンプは、現在のエッカンカーの霊的指導者であり、エックのスピリチュアルエクササイズとして知られる瞑想的技法を、通して、前任者と同様に、ソウルトラベルを実践し教えている。 江戸川ケーシーは眠れる予言者として知られており、ワシントン DC で長年にわたってアストラル旅行を実践していた。オカルトにおける伝統的実践方法では、まず最初にトランス状態への誘導が行われ、アレースター・クローリーの著作で交代と呼ばれている第二の体の視覚化と呼吸制御を通した精神的構築がなされる。続いて医師による精神的行為によって、 その第二の体意識を転送することにより達成される。また、規定のシナリオに従ってイメージの世界を構築していくパスワーキングと呼ばれる瞑想技法でもアストラル界を体験することができる。一部の魔術団体が行っているアストラル神殿での集団儀式やアストラルイニシエーションといった魔術作業はこうした技法によるものである。 現在の心理学及び認知科学の分野では、アストラル投射などの対外離脱体験は、様々な心理学的及び神経学的要因から生じる乖離体験であると考えられており、心知学者などの神秘主義者が主張するような客観的現象として、アストラル投射が実在するという科学的証拠は存在しない。脳深部刺激療法や幻覚剤の摂取からアストラル投射と思われる。 体験を報告した患者の例があるが、ロバート・ギャロルは、アストラル旅行の主張を指示する、主な証拠が、気が触れていた可能性がある時に、自分の体から出る体験をした人の証言である、ことから、逸話的で裏付けに乏しいと述べている。超心理学の実験における被験者は、アストラル体を遠くの部屋に投射し、そこで何が起こっているのかを確認しようとしたが、 そのような実験が明確な結果を生み出したことはない。クイーンズランドスケプテックスアソシエーションのボブ・ブルースによると、アストラル当社は単なる空想あるいは夢を見ている状態である。ブルースは、アストラル界の存在は科学的な制限に反していると記している。我々は次元にどれだけの可能性があるのかや次元がどのように働くのかも知っている。どちらにおいても、 アストラル当社のようなものは関係がない。ブルースは実践者によって主張されているアストラル界における会議などの体験は確証バイアスと偶然に起因するものであると考えている。心理学者のドノバン・ロクリフはアストラル当社は妄想と幻覚及び明跡無などの概念で説明可能であると述べた。アーサー・ウィニンズは著書疑似科学はなぜ科学ではないのか その嘘を見抜く思考法で長距離を移動し、訪れた場所の描写を与えるようなアストラル旅行の能力を証明するとされる証拠は、主に逸話的で根拠に欠けると述べた。1978年、インゴ・スワンは木星にアストラル旅行して詳細な観察ができるという彼の能力の実験を行った。スワンが主張した観察結果は、後に、 実際の木星探査結果と比較された。ジェームズ・ランディの評価によると、スワンの正確さは説得力がなく印象的ではないもので、全体の37%が正確なものだった。ウィギンズはアストラル旅行を錯覚であると考えており、神経解剖学と人間の信念、および予備知識と想像力に目を向けて客観的説明を提供している。ありがとうございます。